レティセラ年代不詳エリザベス一世。レティセラの特徴を持つレースを身につけている。レティセラとは、布地に刺繍を施した後、糸を引き抜いて、数本の糸を残し、ボタンホールステッチで補強して、幾何学的な模様を作る技法である。すべてのニードルレース技法の源とされ、これが、プントイニアリアへと発展していった。ベネツヤの刺繍師たちが、1540年代に発明したとされる。 ポアンクペはレティセラより原始的なカットワークであり布をカットしてかがることで透かしを入れる技法でありレティセラの前身とされるヨーロッパ中の高貴な人々の身を飾るようになった最初のレースである当時は非常に高価であったレティセラは1560年頃から1610年代頃の肖像画に描かれているアンクロッツレース歴史とデザイン分け 深井明子株式会社平凡社、1989年、P24、アンクロッツ、レース歴史とデザイン分け、深井明子株式会社平凡社、1989年、P12、アンクロッツ、レース歴史とデザイン分け、深井明子株式会社平凡社、1989年、P24、吉野マリ、アンティークレースリブン出版、1997年、 P24, ありがとうございます。